じゃあ上から行こうか。これの中の、今1個クリアしたから、じゃあこっち行ってみよう。あ、これなんか近いね。近いからこっち行こうか。63ってめっちゃ近いやん。たまたまだけど。たまたま近いから、お、なんかおるぞ。こいつとりあえず倒すか。いいとして、あの中なんかあるね。これ何？いいのかな。あ、切り替えない方がいいよね。塩化の宮の手綱を持っていることで装置を起動する権限が手に入り、昼夜と白夜を切り替えることができます。塩化の宮に点在するこれらの装置は、何でも対日五行とつながることで白あじゃあ昼夜を切り替えることが可能です。塩化の宮の環境と装置は昼夜または白夜で異なる姿を見せます。白夜をあじゃあ昼夜を切り替える力を利用し真相を探りましょう。白夜の情勢、常世かな、情勢、交障壁は常夜にすることで解除されます。その逆も同様です。塩化の宮で遭遇した空気の歪みは、通称陽炎だっけ、陽炎の幻と呼ばれる現象です。この錯覚は昼夜の違いによって解消または発生します。アビサルビショップ、さっきのやつか。キャラクターに命中すると一定の元素エネルギーを失う。キャラクターの元素エネルギーが不足している場合は代わりにヒットポイントを失う。へえ、そういうやつなんだ。で、一生元素爆発打てないみたいなことになるんだ。それは面倒そう。なんかある。なんじゃこりゃ。そんなギミック今までなかったのに。崩れるっていう。うん？上だと？上がれる？なんじゃこれ。いろんなギミックあんな。排除書には日星と月下の2種類があります。それぞれ白夜と常夜、常夜でいいのかな、常夜かな、エネルギーを蓄えており、でも常夜灯の常夜か、参拝者に付与することが可能です。このエネルギーを利用することにより対極となる昼夜状態下の装置を起動することができます。分かりにくい。排除書にはに、あ、これは読んだ。ああ、そう、対応してるやついけるよっていうことか。これ切り替える、あ、これ切り替えながらいろいろやっていくんだろうね。で、切り替えたら入れるってことかな。てか同じマップでも昼と夜でいろいろ違ってくると。はあ。はあ。
の隙間から。これでいい感じに出てこれたということか。なるほど。まあまあええか。いやなんかどんどん進めたいけど、どうせあれだもんね、どうせあのアーカイブもアップできてないから、今ゴリゴリ進めても一緒っちゃ一緒なんだよね。じゃああとはなんか細かいところやって、あと10分くらいやったら終わるか。で、こういうとことか解放していこうか。ミクと水中都市でした。それだね。確かにやってたね。あ、でも世界観は結構好きだったな。また気が向くことがあればやってみるけど。なんかめっちゃ安く買えたんだよな。なんか出てすぐの時に買って、なんかめっちゃ安かったよ。セール期間中みたいな。まだ5月の頃のことです。5月か。いやでもなんかそう考えるといろいろやってたんだな、去年よな、いろいろやってたんだなと思うね。なんかやっぱ自分に余裕があればな、ほんとあんな感じで全然ね、いろんなゲームやるんだけどな。やっぱだんだん余裕がなくなってくると、同じようなゲームばっかりしかやらなくなるっていうか、やれなくなるんだよな。結局いろいろやりたいなと思うのに余裕がないんだよ。で、選ばないといけないんだったら、じゃあ一番やりたいのやるか、一番やりたいのだけをやろうかなってなるわな。バランス取りながらやれるような、本来そういう性格でもないから、一番やりたいものだけをめっちゃやるみたいな性格だから、何に対しても。食べ物とかも一番食べたいものをだけあればいいみたいな、極端だから。こっちまだ行ってないんだね。ここで行こう。ちょっとマップ開けて、マップじゃないわ、ワープポイント開けて、開けれるとこまで開けて時間来たら終わろう。
お、宝箱あるね。これが運命です。シュッ、抱きやがれ。どりゃ器用のおとりだ。きれいにしますね。結構小さい生物がいっぱい手に入る。んでこっち、これで間に合いますね。天気ライオンシェイガンポーニュー。あら、運命よ、ここにいてよ。敵がずーっとなんか自分の属性、今のやつだったら雷属性ずーっと付与されてる状態だと楽だよね。あの岩元素で戦うと、岩元素で戦うとずーっと結晶が生み出されるから。8、とりあえずここ OK で、あ、でも4時間なるんだ。どうしようかな。ここのワープのとこだけ開放、あ、ここは、ここだけやろうか。いや、今年なんかもう原神の1年だったなーってなりそうな気がする。もうこの1月の初めの時点から原神やったねーっつって。今年は、去年はもう配信の年だったけど、今年はもっとさらに絞って原神の年だったねって多分なるよね。原神だけはめっちゃやったよねっつって。助けが必要な方がいるはずです。岩の重さ、これが運命です。運命の使用のおとりだ。抱きやがれ。ドン、ドバリだ。そうですね、そうなるよね。まあ、わかんないけどね、1年終わる頃にはさ、どうなってんのか。去年も多分始まる頃には変わらずマイクラずっとやるんだろうなみたいな感じに思ってただろうしね。あんま覚えてないけど。
これはやろうか。まあ流れに身を任せるのがいい。本当に常に常に自由に。お友達が増えたで。データ取って終わるか。何か他にしてみたいゲームが見つかるかもしれないし、わからないことです。そうだね。あで今年はなスプラ3が出るからな、それをどう扱うかなんだよな。現状これ以上新しいゲーム入れられない中、無視できないタイトルが発売されるという、いやどうなんだろう。結構原神とスプラとかだったら、なんていうの、プレイするときに使う頭がちょっと違うからな。それはぜひしたいでしょう。実際どうなるんだろうね。まあ今だったら別に一人でやっても参加型でまあ一応やると思うけど、まあ一人でも楽しめるかな。ああでもなんだっけ、なんだっけ、名前なんだっけ、スプラ2の、あれ、この前来てくれとった、あれ、ちょ、名前出てこない。さっきまで名前覚えとったのにな。名前覚えとったっていうか、思い出しとったのにな。見よう。香里さん、香里さんもう一個名前なんだっけ？香里さんおるじゃん。もう一個名前の方思い出しとったの。香里さんはスプラ勢だからさ。なんかスプラ向こうでやるようになったらまたあるかもしれないね。スプラミルダム、あ、そう、リオさん、そう、そう、さっき思い、そう、リオさん、そう、リオさん昨日来てくれとったな、みたいな、なんか頭の中で思っとって、で、今、スプラの話になって、不意に思い出そうと思ったら逆に思い出せなくなってた。そう。やっぱな、なんかやっぱストイックな人がやっぱ俺の周り多いんだろうなと思う。で、やっぱ興味が、極端だからさ。だからリオさんの場合多分ずっと変わらずスプラは好きなんだろうなと思うかな。またやり始めたら今よりはまた距離が縮まるかもしれんね。まあでも今めちゃめちゃ忙しいと言ってた。この前来た時になんか職場で人が足りてなくってみたいな。私も頑張るから頑張ってくださいって言うた。そう、仕事がね忙しいんで大変な気持ちもめちゃめちゃわかるから。じゃあ、この1時間106ポイントお前ミルダム、で降格目安マイナス8100。いや、こんなんでよ、やっていけとるよな、ほんま。あ、コスチューム売っとるよ。もう買わないけど、国生さんの。話されてましたね、そう。
コスチューム今330創生結晶分安くなってるのか。コスチュームまあええけどな。でも1350使うんだったら10連で1600だからさ、だったら10連回すかなーってなるかな。あーちょっと増えてきてるね。だったら10連回すかなーってなるな。やっぱ34までいったらフィッシュル交換したいな。OK。まあそんなところか。データも取ったし。じゃあ終わろうか。もうちょっとやりたい気持ちでいっぱいなんだけど、仕事せんといけんわ。じゃあ終わりますね。ちょうど日付も変わるわな。ちょっとあれだな。当分またエペできんな、これ。これ時間をまとめて取れんから、かなり数日に分散して、このコンテンツを消化していくことになると思う。じゃあ、まあ、終わりますね。梅桃さんお疲れ様。おやすみ。ありがとう。じゃあ、終わります。ありがとう。